ただの水よりもこれを飲む方が痩せる今回の動画ではたった一杯水の代わりに朝に飲むとみるみる体脂肪が落ちて痩せる飲み物5000というテーマでお伝えします皆さんは朝にどんな飲み物を飲んでいますか 私の YouTube では水分摂取の基本は水がおすすめとお伝えしてきていますが実は水の他にも朝に飲むことでダイエットをサポートしてくれる紙ドリンクがあるんです飲み物なら誰でも簡単に手軽に取り入れやすくっていいですよね。 私も今日ご紹介する飲み物を活用することでマイナス1 2キロのダイエットに成功することができて今もその飲み物を活用することによって10年以上体型をキープするっていうことができています。 ということで飲み物によって楽に無理なく効率よく脂肪を落としていきたい人はぜひこの動画を最後までチェックしてくださいねまたこの動画を見てくださっている皆さんにも痩せる飲み物を取り入れていただくことで簡単に痩せ体質にねぜひなっていただきたいので今日の内容でこれ使えると思ったことは忘れないようにコメント欄をメモ代わりに活用してみてくださいね そもそも皆さんは体脂肪が落ちる仕組み、ここを理解していますでしょうかなんとなくわかっているけど、いざ理解しているかって聞かれると、自信がないかもって思った方もね、多いのではないでしょうかえ過去の私もそうでした。趣味はダイエットと公言して、看護師という仕事をしていたこともあって、痩せるための知識っていうのはね、人よりもね、あるつもりでした。 でも保健師となって改めて栄養学と体のメカニズムを学び直して人に伝えたりするようになって自分の知識がいかに上っ面だけのものだったかっていうのにね気づいたんですねそのため少し痩せてもすぐにリバウンドしてしまってずっとダイエットに悩む生活っってていいうのを送っていたんです小学校5年生ぐらいからダイエットを始めて2728ぐらいまでそんな感じでした。 簡単にちゃんと脂肪を落とすための知識を身につけることで楽に1年かかったんですけどマイナス1 2キロのダイエットに成功して10年以上その体型をキープできていて今アラフォーになっていて子供も2人出産しておりますそしてこの知識によってこれまでダイエットをサポートさせていただいてきた3,000名以上の方の受講生様も同じような結果が出ていますよ なのでダイエットに遠回りしないためダイエットから卒業するためにも最初に脂肪が落ちる仕組みここをしっかりね私たちは理解しておきましょうまず大前提として脂肪を落とすためには摂取カロリーを消費カロリーより抑えるアンダーカロリーを作ることが大事これは皆さんもすでに理解しているかと思います ただ、やみくもに消費カロリーを抑えても、そんな食生活はずっとは続けられないですし、体調を崩すリスクや反動で食べ過ぎてしまうリスクもあります。そこで運動をして消費カロリーを増やそうと考える方も多いと思うんですが、運動は続けられない、やりたくないという方も多いのではないでしょうか。なので、無理なく消費カロリーを高めるために、基礎代謝を高めることがおすすめなんです。 というのも基礎代謝は代謝全体の約70%という一番大きな割合を占めているから。しかも基礎代謝は生きているだけで消費されるエネルギー。そしてここでポイントになってくるのが飲み物。なぜなら飲み物を工夫することで簡単にこの基礎代謝を高めることができるからです。特に朝というのは体温が下がって基礎代謝が落ちる時間帯です。 なので朝は特に代謝を高める飲み物を飲んでおくことが重要なんですね。ということで今から朝に飲むと痩せる飲み物5選をご紹介していきます。特に最後にご紹介する飲み物は私もね毎日活用しています。朝に飲むと痩せる飲み物1つ目です。豆乳基礎代謝を高めるために欠かせないことといえば筋肉の維持増進ですそしてその筋肉の材料になるのがタンパク質ですよね。 忙しい朝はついパンだけおにぎりだけなど炭水化物のみの食事で済ませてしまっている方もね多いと思いますそこでおすすめなのが豆乳になっていきますなぜなら畑の肉と呼ばれる大豆からできているだけあって豆乳にはタンパク質がねとっても豊富その上代謝の低下を予防するポリフェノールや代謝をサポートしてくれるビタミンやミネラルというのも豊富に含まれています それが飲み物で手軽に取り入れられるなんて最高じゃないですかしかも豆乳は同じくタンパク質豊富な牛乳よりも低カロリー低動質また無調整豆乳ならダイエットの邪魔となる甘味料や添加物などがね一切含まれていません加えてタンパク質を取ると基礎代謝だけではなく食事誘導性熱産性という代謝も高めることができますこれはその名の通り取り入れることで熱を生み出す 代謝のですその代謝量がタンパク質は他の栄養素より高いんです先ほどもお伝えしたように朝というのは特に体温が低く代謝が落ちている状態なので朝に豆乳を飲んで体温代謝を高めておくことがおすすめホット豆乳にすればさらに代謝を高める効果が期待できますよ朝に飲むと痩せる飲み物の2つ目ですトトマトジュース 一時期ダイエットに効果的とねかなり話題となったトマトジュースその理由はトマトジュースにはリコピンという抗酸化作用が高い成分が豊富だから抗酸化作用とはその名の通り体の酸化を予防する作用のことで基礎代謝の低下を予防改善する効果が期待できるんですまたリコピンは血液中の中性脂肪や コレステロールを減らして血流を良くする効果があるので基礎代謝を高める効果ここまでね期待できるんですねそしてリコピンは脂肪蓄積の原因となる血糖値の急上昇も防いでくれますしトマトジュースに豊富な食物繊維も同様に血糖値の急上昇を防いでくれます なので朝にトマトジュースを飲んでおけばその後にパンやおにぎりなどの糖質をとっても太りにくくなるんですさらに最近トマトジュースに新たなダイエット成分が発見されましたそれは13オキソ ODA という成分この成分にはなんと脂肪燃焼効果があるんですこれは京都大学の研究によって判明して米国の科学誌にも掲載されたんですね 飲むだけでで脂肪が燃えるなんて最高ですよね加えてトマトジュースの食物繊維には便秘解消効果がある上トマトジュースにはむくみ解消効果のあるカリウムも豊富こうしたデトックス作用によって体に不要なものがしっかり排出できるようになると基礎代謝が上がって脂肪が落ちやすくなります ちなみにトマトジュースは油と一緒に取ることでリコピンの吸収が良くなるのでトマトジュースを温めてスープのようにしてそこにオリーブオイルをかけて取り入れるのもおすすめです温活作用によってさらに代謝も高まりますしオリーブオイルによって満腹感を高める効果デトックス効果もアップしていきますよ朝に飲むと痩せる飲み物3つ目ですココア まだまだ寒い今のような季節におすすめな朝の飲み物がココア。なぜならココアというのは特に温活作用が高いためタイシャープ効果が得られるからです。その理由はココアに豊富なカカオポリフェノールのおかげです。というのもポリフェノールには先ほどのリコピンと同じく抗酸化作用があるんです。なのでココアは細胞、血液レベルで老化を予防し体の働きを良くしてくれます。 そのためココアには代謝を高める効果っていうのが期待できます実際ココアを飲むと冷え性の改善効果があるっていうことも研究で分かっていますよしかもカカオポリフェノールは体内の脂肪を分解するリパーゼに直接働きかけるため脂肪の蓄積を抑える効果が期待できるんですまたカカオポリフェノールは糖代謝や脂質代謝を促す効果もあるためココアを摂取するとダイエットがねスムーズに進みやすくなります こうやってカカオの苦味成分であるテオブロミンには脂肪を分解すす。るる効果ままであると言われていますさらにカカオポリフェノールには脂肪の吸収を抑制して脂肪燃焼をサポートする働きがある野生菌を増やす作用が、ね、あるということも分かってきているそうですよその上ココアには腸内環境を良くして血糖値を安定させてくれる食物繊維も豊富 こうして腸内環境が良くなって血糖値が安定すると食欲が安定していきます。また腸内環境の改善は栄養の吸収力アップにもつながっていきます。そしてココアに含まれる良質な脂質も満腹感を高めて食べ過ぎを防ぐ効果、ここが期待できます。そのため朝にね、ココアを飲んでおくことで勝手に脂肪が落ちやすくなるんですよ。 ただ、ココアは甘味料が入っていない純ココアを選ぶことがポイントです。甘みが欲しい方は同じく腸活効果のあるオリゴ糖で甘みを加えるのもおすすめになっていきます。朝に飲むと痩せる飲み物、4つ目です。コーヒー。朝に飲む定番ドリンクといえばコーヒーですよね。私もね、毎朝飲んでいます。ただ、カフェインたっぷりのコーヒーってあまり飲まない方がいいのではと思った方もね、多いのではないでしょうか。 でも、このカフェインには実はダイエットを高める効果があるんです。なぜならカフェインには脂肪の分解を促進する効果があるから。しかもカフェインには交感神経を活性化する作用があるので、朝にコーヒーを飲むことで、お休みモードだった体にパンってね、スイッチが入って、代謝をね、高める効果が期待できます。 またコーヒーに豊富なクロロゲン酸という成分には脂肪の吸収を抑えてすでに体に溜まってしまった脂肪を分解する効果もあると言われていますその理由はクロロゲン酸は脂肪燃焼に深く関わっているミトコンドリアに働きかかけるる作用があるからその上コーヒーには腸活に効果的なオリコ糖も豊富 そして、コーヒーのオリゴ糖は消化の影響をほぼ受けずに96、96%が機能を保ったまま、大腸にまで届くと言われているそうなんですね。つまり、腸活効果が特に高いオリゴ糖なんです。実際、AGF と昭和女子大学の研究によると、コーヒーオリゴ糖を摂取することで、1週間の排便回数が5回から8回に変化したというね、実験結果が出たそうです。 なので朝コーヒーを飲むことで排便のゴールデンタイムといわれる朝のデトックスを促す効果が期待できます先ほどお伝えしたように体に不要なものがねしっかり排出できるようになると代謝が上がって脂肪も落ちやすくなりますよしかもコーヒーオリゴ糖は脂肪の代謝を誘導し体脂肪をつきにくくすることもわかってきているんですただ 時にカフェインを取ると血糖値を下げるインスリンの効きが悪くなって血糖値が上がりやすくなってしまったり家の刺激がね強すぎると言われていますまたコーヒーに豊富なタンニンという成分には食事で摂取した鉄分の吸収を邪魔する作用があるんですなのでコーヒーは朝ごはんから30分程度経った後に取り入れることがおすすめです朝に飲むと痩せる飲み物5つ目ですリンゴ酢 最後に私も毎日取り入れている最強のダイエットドリンクがこのリンゴ酢。というのもリンゴ酢には脂肪の蓄積を予防して脂肪の分解を促進する効果があるんです。これはお酢に含まれる酢酸という成分のおかげ。 というのも酢酸には脂肪を合成する酵素を作りにくくして脂肪燃焼に関わる分子を作りやすくする効果があるからえ実際お酢で有名なミツカン酸の研究によってもそのダイエット効果は証明されていて毎日お酢を継続して摂ることで内臓脂肪体重腹胃 BMI 血中の中性脂肪の数値が減ることが分かったそうです。 また、酢酸には酵素の消費量を上げて体調を高める効果があるということも研究で分かってきています。さらにリンゴ酢の酢酸は脂肪蓄積の原因となる血糖値の急上昇を抑える効果があるとも言われています。加えてリンゴ酢の酢酸には便秘解消効果、カリウムにはむくみ解消効果がございます。このように体に不要なものをね、しっかりデトックスすることで体謝を高めて脂肪を落としやすくする効果が期待できるんです。 量としては気になるところだと思うんですけれども、大、ま、体、あ、いいコップ1杯程度の水に対して大さじ1杯程度のリンゴ酢を混ぜて飲むだけで OK。これだったらできそうじゃないですかこれらのことから朝はただの水よりこれを飲む方が痩せると言ってもいいぐらい、まあ、リンゴ酢はね、ダイエット効果を高めてくれる飲み物なんです。 えただ、リンゴ酢は酸っぱくってね、飲みにくいという方も多いですよね。そこで私は甘くてジュースのように美味しく飲めるのに、ダイエット効果も高いリンゴ酢をね、自分で開発してしまいました。その名もね、見えますでしょうか。スリムです。 こちら本当にこだわりにこだわった商品で予約の段階で一時完売したぐらい皆さんからご要望いただいている商品なので、まあ、気になる方はこの動画のタイトルの下にある概要欄からねぜひ一度チェックしてみてください私はもちろん毎日飲んでますし純と炭酸水とこのスリムを入れてお酒を飲んだりだとかあとはギリシャヨーグルトと混ぜて取り入れたりしていますただ最後に皆さんにどうしてもお伝えしておきたい注意点ありますよ これは今日ご紹介した飲み物はあくまでもダイエットの補助であるということですえ。なぜなら健康的に綺麗にリバウンドなく痩せるためには食事のバランスが最も重要なポイントだから。つまりこの痩せる食事のバランスを意識した上で今日ご紹介した飲み物を取り入れていただければダイエットをよりスムーズに進めることができるというわけです。しかもこのね、痩せる正しい食事バランスというのは、まあ、誰でも簡単に身につけることができてしまいます。 実際私は看護師保健師ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで2500名以上のの方をダイエットからの成功に導いてきました。ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。 現在11万人以上が登録している公式ラインでは、食べやせ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べやせ教科書。 何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス8%達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊。実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ。ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券。 30代から60代の女性で効果を検証済みの食べやせおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式らに今なら3ステップで学べる食べやせの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画これも受け取れます。 食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問を多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りは、この動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されているので、赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。 すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてくださいちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたいそんな理念で YouTube を運営しているからです 一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は、高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。